こんにちは、コッコです。本日は車で箱根まで、地球の息吹を感じる場所へやってきました。箱根で地球の息吹を感じる場所といえば大涌谷。 Google Earth すごいですね。地形がよくわかる。本日は観光で見ることができる場所からもう一歩踏み入って自然研究路を歩いてみたいと思います。予約制の引率入場です。火山性ガスの影響を受けるため、呼吸器疾患や心臓疾患等を持たない方のみ参加可能です。11時半からの入場で参加します。こちらのゲートより先へ進むようです。黙々していますね。神仙の湯で手を清めておきましょう。植物のこの様子、ヘルメットを装着して出発です。引率員さんは先頭と最後尾2人体制です。自然研究路は延長約700メートルの沿路です。噴煙地近くまで行くため、火山ガスが基準値超過時のほか、雨天、強風、霧などの天候時も中止となります。前方に大きめなシェルターがあります。2号シェルター、中は結構広いです。促され中へ入ってみます。この中にはヘルメットや濡れた布巾などが備えてありました。たくさんありますね。シェルターは一時的に身を守る場所。上部は展望台になっていました。晴れていれば箱根連山と富士山を一度に眺めることができますよ。わあ、綺麗。晴れた日に見えた。ピンとね。ここかな。先へ進みます。火山地帯特有の自然を観察でき、火山の成り立ちを詳しく知ることができる。自然研究路の引率入場への予約はウェブから。到着したらインフォメーションセンターにてチケット引き換えとなります。黒卵茶屋。そうなんです、以前は自然研究路を普通に歩いてここまで来れたんです。毎日蒸し方と呼ばれる人が黒卵を作り続けています。ここは硫黄臭がより強かったです。温泉池のすぐ脇に卵を運ぶためのリフトが設置されていました。先ほどもお伝えしましたが、この自然研究路は以前は観光客の皆さん誰でも歩くことができました。しかし2015年に噴火が起こり、立ち入りがストップとなりました。皆さん覚えておられるでしょうか。その後安全を確認しながら7基のシェルターを作り、7年の時を経て一般入場が再開されました。事前予約制、1日4回、1回の定員30名と限定し、引率員を2名配備する形で、観光客は海外の方も多いことから英語でも説明くださっていました。頭上を出来上がった黒卵が移動していきます。熱々ですね。この黒卵って普通のゆで卵よりも美味しい気がします。旨味が凝縮しているというか、大涌谷のお土産マストバイ商品ですね。そろそろ終わりかな。黒卵をもちろんお
土産に購入。今日の同行者は長男。なぜついてきてくれたのか。それは心配性だから。話題の渋沢栄一さん、箱根でも一躍。大涌谷から車でほど近いこちらのお店へランチを食べに。坂道を登っていくと駐車スペースが10台ほど。趣深いこちらのお店は手打ちそばの竹やぶ箱根店。のれんをくぐるとエントランスまでのアプローチが素敵すぎる。手作り感あふれる椅子やテーブルが置かれた素敵な小道。とてもカラフル、まるで美術館。では入店してみましょう。テラス席がいいね。大きな窓、なんて開放的な。そば好きならこの旅三昧がおすすめ。そばがきは2種類ありました。竹やぶさんのそばのこだわりは、秋の収穫時に契約農家さんから1年分を仕入れ、すべての工程を手作業で製粉しているそう。素敵な内装に手作りのオブジェの数々。テーブルも味がある。アスパラとウドの天ぷら、もりもりで嬉しい。ウド、カリッとした衣、美味しい塩でどうぞ。コーヒーミルで挽いたという粗挽きのそばがき、塩とつゆ、甘みが引き立つ美味しいお塩。あっつあつでもっちり、重量感ある。わさびとつゆで、どちらが好みかな。粗挽きをぜひ食べてみてほしい。田舎せいろはそば殻ごと引いたおそばだそう。甘みと香りの強い野趣あふれる味、美味しかった。ん？これは？お店を出ると下へ続く坂があったので、様子を見ながら進んで行ってみました。細く作られた小道のあるお庭、上を見上げると先ほど座っていたテラス席。小道には山のようにたくさんの手作りらしきオブジェが。先代の店主、阿部隆夫さん。どこもかしこも独特な世界観で溢れています。細かい場所まで抜かりなく、見飽きることなくとても楽しい。椅子やテーブルが各所にあるので、一休みできていいですね。竹やぶさんまでは箱根ロープウェイの乳母湖駅から徒歩で13分。定休日は水曜日ですので、お間違いのないように。子供の冒険心をくすぐってしまうでしょうね。車でないとなかなかアクセスが難しいですが、気になる方ぜひ。オブジェは土を練ったもの、石、ビー玉にガラスや陶器。割れたものもあるのでくれぐれも気をつけて。小さな小屋がある。中へ入るとここにも椅子とテーブルが。すぐ下には川が流れていますよ。たまらない味と感。美味しい手打ちそば、豊かな自然、川音。一度でも行ったら忘れられないだろうお店。山椒花、ピンクの大きな映える花。ここは乳母湖駅。歴代の箱根ロープウェイが展示してあるところ。露天風呂を楽しめる天山湯治郷、大人1450円です。ゆっくり湯あみします。ゆっくりするなら一人用のお座敷を借りることも考えたのだけど、今日はお初なので様子見。
先に伝えますが、こちら一人でゆったりするのおすすめです。好きなようにゆっくりと湯あみを楽しむ天然温泉。天山湯治郷の特徴は何といっても露天風呂、湯船のほとんどが外にあります。アルカリ性単純泉とナトリウム塩化物泉の2種類の泉質を持つのも特徴。湧出直後の湯をそのままの濃度で楽しめる贅沢な温泉。使ったり椅子で休んだり2度3度と入ったり、大自然の中で気持ちよく過ごせる温泉。さてお腹が空いてきたので食事をいただきに山帽子さんへ。窓の外はこんな限定食羽衣の晩御飯。敷地内の東流湯治羽衣にて提供される食事と同じもの。ヘルシーなおかずが小鉢にていろいろと楽しめます。美しい見た目も気持ちが上がりますね。美味しそうなミックスごま塩、玄米ご飯にフリフリ。デザートはごまの豆乳寄せ。日も落ち、もう夜の時間、いい雰囲気。お客さんもだいぶ少なくなってきた。一人で随分と長居しちゃったな。いい場所。時間が許せば3泊4日からの東流湯治も体験してみたいな。乳母湖にある襲名館も同じ湯治郷だそうだから、ここにもぜひ。さて安全運転で帰ろっと。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。